おネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、わハサミですね、これは。そうですね、はいはいはい、面白半分で滑り台を狂気に変えた韓国の高校生、はい、韓国で子供の遊び場の滑り台に尖ったハサミを刺して逃げた10代の男子高校生が警察に捕まった。京畿道ファソン市のトンタン警察署はこのほど特殊財物損壊の疑いで高校生を逮捕した。高校生はある日の未明、友人と共に同市にある遊び場の滑り台にハサミを刺して逃げた疑いが持たれている。幸いこのハサミによって怪我をした人はいなかった。うん、はい、ってことですね。そうですね、でも、うん、まあよくある、はい、公園にあるプラスチックカバーがついた滑り台。あ、その滑り台です、はい、いや、私な、滑り台ってこんなん何どういうことなんかなと思ったんですけど、うん、ほらこういう滑り台で、ね、うん、そう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 、はいはいはい、いやいやいや、で、高校生が、はい、まあ夜中みたいなんですが、うん、まずライターを使って、はいはい、この滑り台のプラスチックに熱を加えて、はい、そこまでやったんですか。ちょっと焦げてるんですよ、だから柔らかくした上で、そんなん手のこんなこと、はい、でハサミをぶっ刺したと。いや、私はなんかたまたまね、うん、カバンの中に入ってたやつ、友達と喋りながら、そうやな、そうやな、言うて、わ、喋りながらやってたな。そんなことやる。あんって、こう、刺さって、入るな、ここの穴に、みたいな、ことなんかな、思ったんです。そんなんで刺さる滑りで逆に危ないっすよ。いや、だからそれを、あえてね、柔らかくして突き刺したって、もう泣いてるってこと、うん、そうですね。うん、器物損壊罪だけです。さすがミスがそうね。ね、危ないですからね。うん、子供の頭とかに顔とかがやりたい。めんどくさいこと。ねえ、めんどくさいことをやって、うん、やってまで。はい。なんかそういういたずらがしたかったんですか、ね、そうなんですね。で、これは一応通行人の方の通報で、捜査が始まって、はい、はい。で、まあ、高校生捕まったと。はい、はい。で、高校生は、はい、面白半分でやってしまったっていうふうに、はい、まあ、供述してる。で、号泣ですね。号泣してるからですが。で、友人の方、これ二人でやったんですが、友人の方はまだ逃げてるらしいですね。なんで？わかんないです。現行犯って、現行犯じゃない、この、実行犯はもう捕まってるわけですよね。みたいですね。で、別に友達やから、やめとけ、お前やめとけよって言うたらよかっただけやのに、別に逃げんで、そこまで逃げることじゃないじゃないですか。別に一緒に。まあ、二人でやったんで、うん、はい、まあ、ね、まあ、逃げたんですね。ね、はい、なんか白状な友達ですね。一人はま捕まっているのに。だいたいこういうやつの友達ってこうなもんじゃないですか。ね、まあ面白半分がどうこうしてると、うん、いうことですよ。はいはい。これ下手すれば、はい、まあ頭に大怪我とか、ね、そうですよ。目に突き刺さったりね。そうですね。失明の危険もありますし、はいはいはい、いたずらってレベルじゃないわけです。そうです。はい。まあなんでこんな、そう、あれですかね。やっぱ受験、うん、今、こう、あ、韓国ってすごいじゃないですか。日本よりも。ものすごいと思うんですよ。はい、学歴社会の。そうですね。どうしてもいい大学に入らないといけないっていうね。はい、だからそれの、あれですね。あの、ストレスがね。そう。みんな同じストレスだから。だからそれに弱い高校生ですね、これはきっと。逃げたとこでね、まあそうですね。まあ友達と家が分かってればもうそうで捕まるわけです。そうでね。ボランティア系で、北との、教会監視。まあ意味なさそうですけど。すごいのが見られるかもしれません。トランプとさんとのあの国境またぐシーンとかあるやないかよ、ニュースで流れてくる。そう、ま、ねえ、いろんな人がまたぐシーンがいっぱいありますから。あれを見るっていう。ね、目撃できますよ、ね。そっちが逃げとけと。もう全然わかりません。もう全くね、何のことかわからない、この感じです。全部。タイミングの薬。タイミング感想。いいですか？はい。お願いしますよ。タイの伝統祭り中に性行為をした韓国人男性2人の映像が拡散し罰金刑。タイで1年の不運を洗い流すという意味でお互いに水をかけて泥を塗る伝統祭ソンクラーン行事が開かれていた。
その最中、韓国人男性2人がバンコクのラチャダー地域の道路上に設置されたテントで性行為をした、はい、この時の映像がオンラインで急速に広がり、批判が巻き起こっている。はい、ということでした。性行為とは、まあちょっと後で説明します。まあ、前回は、はい、あの土曜日日曜日やったのは、はい、タイの宮殿で子供に小便させた中国人カップがいたんですが、そうでした、はい、今回はタイのお祭りでホモセックスをする韓国人ってことです。なんか趣味も男性とかそうだね、はい、お祭りやねんかこれ、ホテル内で私このお祭り今行きたいなってね、うん、思うぐらい面白そうやったんですよ、はい、泥水、うん、そうですね、水、はい、ね、ソンクラーンっていう、はい、まあ、お祭りなんですね、はい、これは、うん、旧正月に、うん、当たる4月12日から15日に行われる、はい、水かけ祭りっていうふうに、はい、言われてまして、はい、お水をかけるっていう行為が、はい、それ自体に敬意を払うっていう意味があるんですね、うん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 、なので仏像とか、はい、お年寄りも含めて、はい、お水をかけると。なるほど。はい。はい、その、まあ、仏像のお清めなどに、うん、いわゆるこう宗教的な、うん、ことも行われるんですが、うん、仏教の祭りではないってことですね。はい、ああ、仏教ではないけれども、うん、っていうことですね。うん。うん、で、うん、まあ、いわゆる無礼講状態なんですよ。はい、お水をかけることが礼儀正しいみたいな形になるので、はい、敬意を払うってことになるので、はい、まあ、散々水をかけ合うんですが、はい、決まりとして、はい、お坊さん、僧侶には、まあ、お水をかけちゃダメだよってなってると、はいはい。はい。で、あと、お水をかけるときには水鉄砲を使うそうです。めちゃくちゃ楽しそうです。そうですね。何それ、はい、あ、そうですか。はい、あのホースから直接林さんみたいにかけたらダメですね。ダメさ、林祭りで、はい、ああいう感じじゃなくて水鉄砲でじゃんじゃんやってくださいと。そうです、楽しいんじゃないですか、はい、それすごく、うん、はい、あとはまあ人々が結構そのお祭り気分に、うん、包まれるんですが、はい、結構酒気帯び運転が増えると。あ、はいはいはい、で、そういう中で、はい、やっぱり走行中のバイク車とかにも水をバシャバシャかけるんで、はいはいはい、そうそう、酔っ払った運転手が結構事故を起こすと。あ、もうしょうがないですね。そうですね、まさにやらない関係、白い水をかけるエスプラツビルかけみたい。まあそうですね、まあなんかそんな最中に興奮しちゃったんですかね、なんかみたいですね、はいはい、韓国人のホモカップルがお水遊びで大興奮だと、はい、あ、もうギンギンになってきたんですね。しっとり濡れて透けたシャツに浮かぶ、はい、彼の熱い胸板や乳首に辛抱たまらんくなって発情したってことですね。あ、って言うて言うたかと思って言うてないですよ。言うてないですよ。わっせわっせ、うん、テントでしちゃったと、はいはいはい、でその行為を、はい、まあ、撮影されてたってことですね。誰が撮影したんですかね。でもそれ、いや、なんかあそこでなんかやってはるやんみたいな、はい、あ、何あれってなったわけですよね。で、これは、写真は X に上がった映像の、はい、まあ、一部なんですが、はい、僕ちょっと見れてないんですが、見たくもないですが、はい、まず頭に、はい、これ改良用のなんですね、はい、頭にゴーグルをかけた男性が、はい、まあ、ゴーグルって要するに水鉄砲で打ち合うんで、あ、目の中、はい、はいはいはい、まずズボンを下ろしたっている、はい、上着を脱いで青い帽子をかぶった男性が、はい、その前にしゃがんで性行為、はい、あ、はいはいはい、これお口かなと、はい、そうですね、はい、でその後に、はい、青い帽子の男性が立ち上がってお尻を露出し、はい、互いに場所を入れ替えて、はい、性行為、あ、気持ち悪いですね、完全にお尻かな、はい、でそれがはい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 、バラ族に書かれている彼女の人生する方法すること、なんかそうそうそう、これはドットルみたいになっちゃった。いやでもなんか撮影してるとなんかちょっと、うん、気持ち悪いってなっても人間そうですけど、まあ、そうですね、はい、でこれを目撃した警備員が、はい、2人を静止して、はいはいはい、はい、静止っていうのは止めるってことですよ。あか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 言うて、はい、で他に何があるんですか静止って。土手を滑り降りる、はい、はい、といえば、はい、祭り、土手を滑り降りる祭りといえば宮川大輔さん。こ
そうですね。そういえば祭り。転がるチーズ追いかけ、参加者もコロコロ、英国の恒例行事。5月27日、英国のブロックワース近くにあるクーパーズヒルで、恒例のチーズ転がし大会が開催された。参加者は、重さ8ポンド、約 3.6 キロの丸型のダブルグロスターチーズを追いかけて、勢いよく急斜面を下った。参加者の多くは座った状態で斜面を滑ったり体を転がしたりしながら下っていた。はい、ってことですね。そう、チーズ転がし祭りですね。本柱ではないですね。はい、5月27日の、恒例の祭りですね。イギリスのブロックワースっていうところの近くにあるクーパーズヒルですね、丘で、チーズ転がし大会が開かれて、でこれゴロゴロゴロ転がって、ここでは別に韓国人の男性2人は何もやってないですからね。チーズが転がることに関しては全然興奮はしないしないですかったのかな。まあ、有名な祭りですね。これに使われる、グロスターチーズ、っていうのがあるんですが、これはグロスター牛っていう、牛の品種のお乳から作られるチーズらしいですね。ああ、そうですか。カチカチなんですね、きっと。まあそうですね、結構硬い、平和やなって、そうですね、おむすびコロリ、ほんまに平和やと思いますよ、こんな祭り。ただこの牛が16世紀に絶滅しかけたことがあったそうですね。あ、そうですか。せやのにもう今まだちゃんと、なんとか数を増やして、頑張ってそれこそ、サクッてされたんですよ、わっせ。そうね、まずは無脂肪乳に少量の牛、全乳ですね、混ぜて作るシングルグロスターチーズっていうのと、全乳のみで作るダブルグロスターチーズの2種類が、あるんですが、どちらのタイプも、天然の皮と、チーズの皮ですよね、と硬い食感があると。で、シングルグロスターは結構砕けやすいってことですね、脆い。そうなんですね。で、この大会に使われているダブルグロスターチーズっていうのは、シングルグロスターよりも長く熟成されて、より強くて風味もあって、さらに硬いと。熟成期間はだいたい36週かかるそうですね。結構かかりますね。結構な感じですけどね。宮川大輔参加、そうですね、参加されてました。あ、参加してたんですか。イッテ Q で参加されてたんですね。それまたちょっと後で言いますが、そしてこのチーズ転がし祭りですね、丘の頂上から、この丸いダブルグロスターチーズが転がされて、競技者がそれを追いかけて、丘を駆け下りると。でこれ丘のふもとに引かれたゴールラインを最初に超えた人が、チーズを獲得するっていう。チーズがもらえるだけなんですか。そうですね、チーズを追いかけるんですが、ゴールラインを最初に割った人が、今勝者。だからチーズを追いかけなくていいんですよね。だからつまり、そうチーズを追い求めてチーズが全然こんなの言ってんのに、もうそれはどうでもいいんですよ。そうですとにかくその祭りのあのイメージはチーズを転がしたよっていうので、チーズが出発の合図みたいな感じですね。で、形式上、一応競技者の人たちは、その目的としてはチーズを捕まえることなんですけども、そのスタートの、バーンって鳴る前に、だいたい1秒ぐらい前にチーズ転がし出すらしいんですけど、この速度、最高速が110キロ超えるそうなんですね。チーズすごいんですよ。チーズが。チーズも甘く見てたら飽きませんね。で、観客に当たるともう観客がもう骨折すると。吹っ飛ぶぐらいの勢いで、転がってくるぞ。その3キロぐらいのスイープが。なんで、非常に危ないと。なんで、事実上このチーズを、その走りながら捉えるのはまず不可能だ。なので、ゴールデンラインを割る。もうね、そんなもん、とっくの昔についてるわと、チーズを。でーんって待ってる。そういうことね。チーズって殴り、これでそうですね。もらえる、そうですね。趣旨知りませんでした。僕は知りませんでした。110キロですからね。タイヤで行ってみちゃうぞ。すごい速い。タイヤぐらいってことですよ。そこそこの。それだけですか、賞金。賞金はないんですか。名誉だけです。名誉とチーズ。もうそれだけがもらえるんですか。深田
の先生のおしゃべりクッキング。はい、始まりました。よろしくお願いします。クッキングのお時間です。はい、女性みたいです。エプロンみたいなの着てます。あー、なるほど。あー、それね、はい、聞けましたね。はい、クッキングの赤いエプロンではないでしょ。はい、違いますかね。はい、はい、クッキングのお時間です。はい、はい、今回もお漫才ですが、はい、よりちょっと京都らしい、はいはい、ちょっと京都チックなと言ってもっていう感じだ。いや、漂ってる感じ。まあ洋風ですね。あ、洋風言ったら洋風です、ね、京都みたいな。はい、はい、いきますよ。はいはい、まず本日の、お料理の写真ですね。はい、お願いします。はい、ですか。はいはい何かわかんないちょっとね、わかりにくいですね、これちょっと。本日の、はいはい、お料理ですね。はい、お揚げの、はい、ポテトファルシ。お揚げのポテトファルシ。はい。ですね。うん。ファルシっていうのは包むっていう意味ですね。はい、ファルシというのは、うん、なんか詰め物がしてある。巾着ですね、なんか。まあそうですね。はい。はい。はい、なんで、まあ、お稲荷さんは基本ファルシっていう意味になるんですけど。はい。はい。はい。まあ、それの、ですね。マッシュポテトが、まあ、中に詰まって。ああ、そう。美味しそうですね。はい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 、まあ、他にもいろんなね、材料入ってますね。はい。マフィン。キッシュでもですね。なんかそういうね、感じ、まあ、見た目はちょっとそれっぽいです。ソースがなんかだかなと思いましてね。はい、これソースはですね、はいはい、たまみ先生の、はい、たまみお母さんですかね。な、たまみお母さん。はい。パルサミコソースっていうのは。パルサミコソース。はい、こパルサミコで、バーじゃなくてね。バーじゃなくて。パルサミコソースとかあえてね。はい。和風の、うん、調味料だけで作る、バルサミコ風ソースのことを、はい、バルサミコソース。そうですね。はい、バルサミコ酢は一切使ってません。はい、じゃあ、たまみお母さん独自の名前、うん、そうですね。はい。ダンスロットが大好きな、はい、なってますね。はい、おしゃれな名前。おしゃれな名前だけ聞いたらそうですね。うん、はい。材料のお写真。はい。はい。ですよ。はい。はい。はい、意外と、なんか、多いんですよ、材料。写真で見ると。たくさん入ってますね。はい、はい。はい。うん、まず、今日はね、はい、だいたい、10個ぐらいかな、はい。8から10個ぐらいの。はい。はい、もうそんなにできてしまったんで、ね。結構できますね、材料的に。はい、はい、はい。はい、うん、僕、4つぐらいかなと思ったんですけど、次の日もこれ食うことがありましたんで。はい、あ、じゃあ、結構たくさん作ってしまうってことですね。そうですね。はい。はい、材料テキストいきます。はい、はい。ですか。はい、お願いします。はいはいはい、あ、もう8から10個って書いてある。そうですね、結構並んでます。はいはい、はい、そうですね、8から10個なんで、油揚げが4枚から5枚ってこと。はいはい、はい、これは半分に切ります。あとでこれは例えばもう、うん、全部をね、はい、半分の量にしたい。あ、もちろんそれでっていうのでもいいんですよね。そう、出来上がっちゃったからこういう個数になってるだけですよね。その通り。はいはい、わかりました。はい、うん、はい、なので、まあ半分ぐらいで考えていただいて、まあ、2枚から 2.5 枚ぐらいでいいですよ、ね、そうですね。はいはい、まあある程度伸びても全然問題ない。はいはい、食材についてはですね、はい、そうですね、うん、はい、まず重要なのがじゃがいもですね。はいはい、これ 150g、はい、先ほどの写真ぐらいなんですが、はいはい、はい、新じゃがで少し大きめのものでも4つぐらいですかね。はい、あ、そんな感じですか、 150g って。はい、あ、そうですか。はい、トマト 100g、はい、これが中ぐらいのサイズでだいたい1個ですね。はい、はい、アボカド、はい、この 100g って書いてますが、はい、だいたい半分。半分で 100g ぐらいですか。はい、まあ、半分ちょい、まあ、全部使っても、もちろん構いません。はいはいはい、はい、でウインナーです。だからじゃがいもの方が軽いですね。まあそう、まあ、どうでしょうかね。はいはい、なんかね、はいはい、ウインナー、はいはい、これもね、袋に入った1パック分だいたい 90g ぐらいは入ってますので、それ使えば、はい、問題ない。はい、バターが 10g、はい、生クリームが、50ml、はい、まあ、これも適量になると思います。はい、はい、そして調味料ですね。はい、はい、塩、はい、適量なんですが、はい、マッシュポテト作るのに、はい、はい、使います。あ、そうですね、はい、だいたい小さじ 1/2 ぐらいだと思ってください。わ、うん、かりました。はい、はい、胡椒は自分の、お好みで。まあそうですね、嫌いな方もいらっしゃいますからね。はい、最後に焼き上げるときチーズ、うんうん、ピザ用チーズですね。じゃ、とろけるチーズを上からかけると。そうですね、はいはい、はい、で、こっから下、うんうん、酒から下ですね。これはパルサミコソース。パルサミコソースは、はい、の材料が酒から下の4つ、はい、これすごい簡単です。はい、お酒、醤油、みりん、お酢、はい、これ同量です。あ、
全部118ってことで、うん、はい、はい、大さじね。そうですね、はい、ウィンダーはアルトバリエルですから何でもいいです。もう何でもいい、はい、シャウエッセンでもいいです。シャウエッセン、コークン、コークンでもいい、でもいい、はい、はい、はい、ちょうどね、5時になりました。そうですね、うん、はい、お揚げ最強。そうですね、なかなかのもんですね。あとね、お揚げって、はい、やっぱりその癖がないというか、うん、あの味がないんで、うん、そんなこと言うたら怒られますよ。何言うてねー言うて、うちの店のやつは味あるって言うて、豆腐の味に左右されますけど、怒られますけど、そういう意味では他の食材の邪魔をしないので、うん、はい、ああいう形になって、はい、その中に入り詰まった食材を楽しむっていう意味では、うん、使いやすい。まあそうですね、袋がね、ただの袋、最強の袋、食べられる袋と思って使った方がいいかもしれないですね。はい、と、はいうことですね。はい、はい、はい、5時になりました。皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうかね。はい、はい、先生、次回は、うん、次回は、日曜日ですね。はい、はい、また、夜ですね。そうですね、はい、次回は日曜日の、大体9時前後、まあ、8時半から9時の間に、そうですね、食べられれば。はい、はい、ピザ生地、そうですね、ピザ生地、うん、あ、まあそうですね、うん、イカレットにもね、使いましたし、そうです、はい、クレープの代わりにもね、なりました。はい、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 次回から言いましたね、これは。そうですね、はい、もしかしたら、お時間ある方、ね、いらっしゃっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、あ、今日はありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、よかったです。はい、ただベラベラ喋ってるだけですけど、そうです、はい、はい、はい、それでは、皆さんまたね、次回お会いしましょう。はい、さようなら。ありがとうございます。さようなら。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。